いつもご視聴ありがとうございます。今回は先日終了しました5月の結果発表をこちらをやっていきたいと思います。動画の内容はこのようになっております。5月の当チャンネルビタ戦のクロス取引結果をすべてお見せします。短期の厳しさ、要所要所での選択が大きく左右した、そういった1ヶ月になりました。利益としてはトータルでなんとか残した、こういったレベルになっています。当チャンネルの取引は、基本的に公開した動画の内容に沿ったものとなっております。取引の内容は、ほとんどが事前に動画内で発表した要素と違いはありません。それでは行きましょう。今月の取組比率は、一般信用が 77.3%、制度信用 2.9%、短期1日保有が 20.7% となりました。取得銘柄数は13銘柄となります。内訳は以下の通りです。クロスや短期保有以外の通貨分として、ハニーズホールディングスを通貨させております。ハニーズはハイブリッド運用として、クロスでも活用していて、今月も成果としては大きくなっています。4月から入ります。ブックオフ、薬の青木は合計300株です。昨年まで一切出ていなかったブックオフ、今年は出ていることを確認し、すぐに確保に動きます。薬の青木は20日権利、内容もかなり改善されていることから、迷わず300株まで追い上げます。5月前半では、ハニーズを400株、これはハイブリッド運用として、現物から得られる配当を貸し株料に充当、そして優待はさらに大きな金額を獲得するといった運用方法で、動画でも紹介しています。そのため貸し株料はマイナス表記となり、実質プラスとなります。さらに15日、20日権利、ツルハ、アスクルを入れて、クリエイト SD の初動を入れていきます。5月10日はマネックス証券フライング G 行初日、ここでライクを1000株確保しました。マネックス証券ではライクを含めて毎日追加があり、今月も活躍しました。多少券クロスであることから、見かけ上損失がマイナス22万ととんでもないことになっていますが、マネックス証券側ではプラスであり、影響はありません。5月中盤では、急送流通システム、東西、日経、坂田の種と、長期条件の銘柄、ロングカバーを行いました。種まきと回収を確実に実施しています。最終日、SBI 証券、恒例の昼休み追加では、クリエイト SD、200株、コスモス薬品で仕上げました。SBI 証券の最終では、欲を出さずに手堅いところを狙って確保に成功しました。一般信用トータルでは、777万円の投下、38,238円の回収、0.5% の利回りとなりました。制度信用です。まずはゲームウィズ、停止狙いで、このタイミングで止まればといったタイミングで入っていきます。結果その日は停止せずで、逃げを選択。岡山製紙は逆ヒブ取りです。最高が見込めそうな銘柄は大津産業もありましたが、こちらは5場停止。午後の株価推移も弱かったことからいけると判断。結果は少しプラスとなりました。制度信用、トータルでは、2404円の利益、利回りは 0.84% となりました。短期1日保有では、優待投下株や決算で急落したところを狙って、最終日まで持っていくパターンを選択しました。権利放棄です。3月短期の大黒電機はここで終了です。本決算での株主還元策に期待といったところで追いかけてきましたが、株主還元が弱く、狙った形とは違ったため、売却です。タマホームは決算急落を PTS で受けて、最終まで持ち切り、最終で権利放棄です。昨年のマイナスを挽回する結果に、3期サービスも決算から入りましたが、リードが足りず権利放棄です。動画紹介銘柄、BWIZ、決算後の急落で主導、その後下がっていく中で、追い上げて400株で最終まで持ち込みます。5場の急落で、権利への警戒感や織り込みがあると判断、プラス100株として500株で権利通貨も、結果は失敗、大きなマイナスを計上しました。ファーマライズ、長期の条件をクリアするための通貨です。配当が増加しており、制度にリスクを感じるところ、短期で配当も取りに行くのが最善と判断、決算後の急落で買って最終持ち切り、マイナス決済で後から配当回収のいつもの形になりました。1日保有は、札ドラ、15日権利ですが、午後の株価推移や貸借などから迷わず1日を選択、翌日売り抜けで利益を残す取引です。
メディカルネット、ここは昨年からの継続、ここで切らせてしまっては意味がないということで、負けてもいいという感覚で通します。結果はゼロ収支、来年につなげます。短期1日保有をまとめると、このようになります。6銘柄中、5銘柄がマイナス決済です。タマホーム1本で引っ張り上げられた感が強い結果です。結果はマイナス 25,470円。これは地合いの影響もありますし、短期をやる上では避けられないことです。今後も引き続き取り組んでいきます。総合成績です。投入資金は 1,015,650円。借入利息828円。純利益 15,172円となりました。利回りは全体で 0.15% となりました。なんとか一般信用によってプラスを維持といったところです。5月までの累計収支です。トータルでは 0.87% と失速。3月短期の銘柄で配当の増加があったものがありましたので、それらを反映してどうかといった感じでしょうか。今後も皆様の参考になるような投稿を頑張っていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。